めての体験メールをご紹介したいと思います。ラジオネーム3度の飯よりなにわが好きさんからいただきました。京都区の方です。私の初めての体験は中学校生活初めての通常通りの運動会です。去年はコロナの影響で声出し応援が禁止だったりしたのですが、今年は制限がなくみんな気合が入っています。私は今年初めての棒引きという競技にエントリーし、また色別対抗の選別リレーにも選んでもらえて、今からドキドキしています。イエーイ、運動会やっても運動会の季節よ。そっか、うん、だいたい僕秋でしたよ、小中。あ、でもそうかも。俺も高校の時だけ俺5月とかやった気がする。うん、5月ぐらいか9月10月とかに分かれるよね。そうやな。5月とかやったらさ、うん、入学して2ヶ月ぐらいで団結しなくちゃいけないじゃないですか、うん、でもそんな絶対無理じゃないですか。心から団結なんて。心からいや分からんね、それ。で逆にあれなんかな、多分5月でこう、うん、距離を縮めてこの1年乗り越えていこうみたいな、うん、結束をこう作るための5月なんかもね、うん、そうなのかもしれんで、やっぱ結束って意味で運動会するし、やっぱ10月もね、やっぱ結束してからの運動会かもしれんからね。うん、まあ秋って言えばさ、やっぱ寒い、ちょっと寒いからさ、うん、ちょうどいいのかもね、汗かいて。確かにね、ドキドキなんやろね、だって初めての体験やから。かわいい。かわいい。ということで皆さん、ぜひぜひ、多分初めての体験が、いっぱいあると思うので、皆さんいっぱい初めての体験待ってまーす。はい、それでは行ってまいりましょう。なにわ男子の、なにわ男子の裏地。じこんばんは、なにわ男子の大橋和也です。こんばんは、大西流星です。いつまでもウブな気持ちを大切に、あなたに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のウブラジ、今週も始まりました。イエーイ。金木犀の香りがする季節になってきましたが、今週は香水大好き大西流星と複数の香水を混ぜ合わせる大橋和也という男の色気が遠くから匂い立つパフュームなコンビでお送りします。イエーイ。複数の香水を混ぜ合わせるみたいな、そんななんか俺そんな調合師ってこと。調合師なのかな俺は。どういうこと。ちょっといやでも、その香水屋さんに行ったら、まあ一つ買うやん、うん、でもこれと混ぜ合わせるとまた違ったいい匂いになって、いい匂いですよって言われて買って混ぜ合わせたりもするよ。スペシャリストがいるらしい、香水の。その方に教えてもらったんよ。流星も好きよな、香水。大好き。で、始まる前もなんかつけてたよな、香水。うん、なんか台本に書いてたから、一応つけとこうと思って。つけときました。それ今日何の匂い、それ。なんか、ちょっと飲ましてもらうね。おぉ、めっちゃいい匂い、いい匂い。やば、待て、鼻についたからさ、ずっと流星の匂いする、めっちゃいいやん。キモ。なんでやねんやん。でもめっちゃいい匂い。いい匂いな、それ。たまにさ、自分がさ、こうさ、うん、手首につけたさ、香水あるやん。うん、それをたまにこう、手首を匂って、うん、リラックスする。香水ってでも好きな匂いつけるからな、自分で。匂い方や。めっちゃいい匂い。だって、流星さ、いろんな香水使い分けてるよな。使ってるかも。昨日だって違うくない匂い。なんかね、日によって全然違うから、うん、大橋くんが、俺が持ってる香水とか知らんくせに、なんか当ててくるんですよ。なんか、問題も出してないのに、うん、これはここここのこれ、とか言ってくるんですけど、全然持ってなかったりするから。うん、流星結構いろんな種類持ってるから、ちょっと自分の中で、今日、この香水なのかなっていう、ちょっと楽しみもあんのよ。あ、よかった。いっぱいいろんな香水使っていきましょう。いっぱい使っていってください。はい、そんな二人でお送りしていきましょう。はい。はい、というわけで今週もウブな気持ちを忘れずにお送りしていきます。それでは、ここで一曲いきましょう。なにわ男子の5枚目のシングルなんですけれども、うん、僕大西流星が主演の日本テレビ新ドラのベニサスライフの主題歌となっております。ちなみにですね、セクシーゾーンの松島聡くんがお兄ちゃん役となっております。兄ちゃん役です。というわけで、なにわ男子でメイクアップデイ。今日の担当は大橋和也と大西流星。なにわ男子のウブラジ。ウブラジ伝言版。
なにわ男子の西畑大吾です。高橋恭平です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、はい、まあ、答えが半分に分かれがちな質問をします。はい、いいやん。外国映画を鑑賞するとき字幕と吹き替えどっち派ですか？なるほどね。迷う。迷う。めっちゃ迷うやんこれ。めっちゃ迷う。これどうでしょう。今日絶対吹き替えろ。僕は吹き替えと言いたいんですけども、最近字幕なんです。あら。なんでどうしたん？最近字幕なんです。読めるようになりました。でも読もうっていう意識。ああ、素晴らしい。聞こうっていう意識。素晴らしい。Listening to magic。Listening to magic。ありがとうございます。マジック？僕はこれもう半々。マジシャンってこと？どっちもあるってこと？どっちもある。あんまり情報量が多そうじゃないものは字幕で見て、情報量が多いのあるじゃないですか。例えば、アベンジャーズとか、ハリー・ポッターとか、っていうのは吹き替えで見るようにしてる。なるほどね。そっちの方がわかる。吹き替えプラス字幕で見てる。ああ、はい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 。吹き替えと、横文字系多いやん。なるほどなるほど。ハリー・ポッターとかも。で、両方一緒に見るんだよ。あ、こういう字なんやみたいな。マルチタスクの。さっきさ、収録して覚えたからってすぐ使うやん。ごめんなさい、マルチタスク。うん。ということで、以上、皆さんはどちらですか？ということで、以上にしちゃった大ごと高橋恭平でした。じゃあなんか、一言。みんな頑張ってどうした？なんかめっちゃ気抜いてる感じのあの、喋り方やったな。大ちゃんがおったからちょっとあれ安心感があったんかな。ふにゃふにゃしてたな。西畑と、高橋からの伝言でしたが、はい。外国映画を見るとき、字幕と吹き替え、どっち派っていうことで、流星、どうその外国の映画見る？洋画、ほぼ自分から見たことない一回。あ、ない？うん。もし見るとしたら、どっちで見ると？自分の中で。俺なんか吹き替えの良さって、この、すごい海外の大作を、日本のめちゃくちゃ豪華な俳優陣とかの方たちが、こう吹き替えされてたりするから、その面白さもあるのかなと思って吹き替えでも見るし、そう、一週間も吹き替えで見ながら字幕もつけちゃうみたいな。どっちも見るってことか。うん。俺結構見んねんけどさ、なんかミュージカルは、俺字幕と吹き替えどっちも見んのよ。2回見るってこと？そう、2回見る。やっぱり全然あのさ、歌も違うし、歌ってる人ってそれぞれ個性があるから全然違うのよ。うん。日本版と、その、海外の版で全然違うから、それもやっぱこう見てて楽しいし、二度美味しいみたいな。うん。で、普通のその映画見るときは俺、大体字幕かな。字幕の方見ちゃう。出た。なんか、恭平も言ってたけど、ちょっと勉強がてらの雰囲気で聞いちゃう。別に喋られへんで。それずっと見てるけど喋られへんけど、その時に言い回しとか、やってみたりとかしちゃう。え？だから俺韓国の、その映画とかドラマもそうだよ。なんか。覚えてくるんか、じゃあ。全然俺覚えれてないんやけど、ちょっと真似しちゃう。へぇ勉強がてら、見ますということで。はい。勉強熱心ということで。勉強熱心で、はい。ネッシーってことですか？あ、待って。やばい、俺ネッシーかもしれん。そうなんです。やばい、絶滅危惧種。絶滅危惧種でもないんです。幻の生物なんだけど。あ、幻の生物。やめてもらっていい？幻なんか、ネッシーっていると思ってた。はい。はい、ここからは、近況トークのお時間です。今日は、近況トークでーす。イェーイ！今日は、大西流星から近況をお願いします。よっしゃー！じゃあ行ってれー！というわけで、大西流星の近況はですね、うん、僕大西流星最近ガチャガチャにハマっております。おいしょ！これはですね、理由がありまして、うん、ある日、ちょうど静岡公演かな？なにわ男子静岡公演に出させていただいた時に、ツアーで、うん、そのなんか帰りに、こうサービスエリアに寄ったわけですよ。メンバーで。で、なんかそこのサービスエリアであったガチャガチャを、見てたら、うん、オオサンショウウオのガチャガチャ？わかります？なんかこの、なんか、川とかにいる、この絶滅危惧種、本当に。みたいな、オオサンショウっていうなんか、なんかこう、トカゲかわかんない、なんかこの生物がいました。それがめっちゃ可愛かったの。うん、その、ストラップがあって、めっちゃプニプニしてんの。うん、で、6色ぐらいあってんけど、それをなんか、ガチャガチャしようや、つって、誰かに。なんか集まってたん、それやったんや。そうそうそう。なんかみんなにちょっと、集まってなんかガチャガチャしてオオサンショウをゲットしたわけですよ。うん、でゲットしてやったーと思ってストラップつけてたら、うん、なんかもう愛着が湧きすぎて、うん、俺愛着湧きすぎてさ、
僕全色揃えたくなっちゃって。え、でもわかる、その気持ちわかるよ。で、マネージャーさんと、あの、ガチャガチャがめっちゃ揃ってるとこまで行って、いっぱいあるとこ全色揃えてきました。あ、あったんや、それ。そのガチャガチャが。すごいな。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。もうガチャガチャハマっちゃって、もうそういうのもそうやし、車系もそうやし、あとは、なんやろうな。今つけてる？なんか。今はね、これガチャガチャじゃないよ。ガチャガチャじゃないやつか。あの、これは、あの、え、それ。西九州新幹線。新幹線好きやもんな。そうそうそう。いっぱい今、カバンを漁っています。大西流星。今日はガチャガチャ持ってきてないですけど、うん、ガチャガチャにめっちゃ余ってるので、うん、ぜひ、近藤和志くんガチャガチャおごってください。おごってくださいね。一緒にしましょうじゃなくて、おごってくださいね。ガチャおごってください。じゃあ俺も一緒に行くわ、その、うん。でもさ、この前さ、うん、一緒にゲームセンター行かんか。行った。そう。プレイゲームね。ご飯食べに行った帰りに、ゲームセンター行こうって和志くんが言い出して、うん、よくわかんない。ゲームセンター行くっていうのがわかんなかったんですけど。いや、ちょ、はいはいはい。それ意義ありやわ。ニュースも、ええやん、ええやん言うてたもんなんで。ニュース、ええやん、ええやん言うてた。行こう言うてたよ。俺で言っただけ結構でかかった。スタッフさんと、うん、マネージャーさんと、和志くんと、京平と俺で行って、うん、クレーンゲームとかもしましてね。めっちゃええやんな。楽しかった。楽しかったよな、しかも。幸せやった。あの、車のゲームしたりとか。やっぱな、ちょっと懐かしいね、ガチャガチャとか、そのクレーンゲームとか。うん、いや、わかるよ。だから俺も、ほんまにその、ゲームセンター行くの何年かぶりやったから、うん、すごいそれがほんまにちょっと嬉しかった。みんなと行けたっていうのが嬉しかったです。エモい。エモ。今度プリとか撮ろう？あ、撮ろう？俺も撮りたかったよ、あれ。うん、なあ、うん、今なんかすごいなんかさ、うん、なんていうの、加工とかいっぱいできるやん、あの、顔、うん、になんか。え、な、おっさんなん？なんか、え、プリってそういうもんなんじゃないよ。いや、俺ほんまに。まあ、そういうもんなんよ。なんかその、加工がついてる。だから、もう、うん、やめてください、そういう。いや、だから俺ほんまに、5年うそやな、多分4年か、4年、3、4年ぐらい撮ってない。じゃ教えてあげるわ、最新のプリを。いや、教えて。はい。番組は、まだまだ続きまーす。今日の担当は、大西流星、大橋和也です。なにわ男子の、うぶらじ。なにわ男子の大西流星です。大橋和也です。なにわ男子のウブラジをお送りしていますが、今週はここでスペシャルなゲストが登場です。お！自己紹介お願いします。いや、どうもー、セクシーゾーンの松島聡でーす。やったー、セクシー、セクシー。いや、出た、ねえ、豚バナ出た。嘘。いつも豚バナすんねん。で、初ゲストなんですよね。せんせんせん、このラジオでは。そうなんですよ。初ゲストが貴重ですよ、めちゃくちゃ。でも初がもう初だし、そうちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます、そうちゃん。僕のこういう感じなんだね。そういう感じ、そういう感じ。いや、すごい。今回なぜそうちゃんが来てくれてたかと言いますと、うん、このお互いの関係性があるんですよね。僕とわし君との関係性。流星なんかな、もう。今ちょうど、ちょうどベニサスライフというね、うん、ドラマ、先ほども主題歌かかってましたけど、うん、そちらのドラマで共演させてもらってまして、はい、うん、そっからかな、多分この距離が縮まったというか。そうだね、しっかりはそうかも。で、お兄ちゃん役でそうくんが出てくれてて、うん、それでこう、お兄やんっていう。お兄やん、お兄やんって呼ばれてんの。そう、お兄やん、お兄やん。なんでなんやろ、俺お兄ちゃんっていうの恥ずかしかったから、お兄やん、うん、お兄やんって。あんまね、名前で呼ばれたことがないかも。あ、そうちゃんとか、うん、りゅうちゃん。あ、そうな、もうずっとお兄やん、お兄やん、こう役にも入りやすいかなっていうので、うん、役作りだね。え、その空き時間とか何喋ってんの2人で。え、本当にくったらな話ばっかひどっていうことはなんかちょっと意味ある話をしてるの。ほんとラフな、あ、ラフな感じ。そんななんかね、仕事の話をめっちゃするわけでもなく、ただ美容は僕もさやんのから、そう、だからリュチェのプロデュースしてたコスメを詳しく聞いたりとか、いいよな、リュチェ。でもなんか可愛かったよ、渡す時も、うん、なんかほん、まあ、もしできたら使ってくれ全力で使ってほしいよ。全力で使ってほしいよな。可愛かった。可愛いよな、そういう感じな、リュチェのな、まあ、そういった関係性ですけど、うん、大橋くんとの関係性は、関係性はでも今年だよね。今年、あ、まあ、今年なんや。マジの今年か。だからお正月、うん、カウントダウンの時に、うん、でもその前からね、仲良くなりたいっていう話はちょこちょこしてて、うん、アプローチはしてたんだよ。そうなんや。だけど歴的にはどっちが先輩？大橋くん。あ、そう、大橋くんか。でもデビューしたのは先やったから。いやでも全然そんなあんまり関係なく今接してて、うん、年齢も
年齢は一緒。一緒か。年齢同い年だ。そっか。うん。それは合うね。しかもイメージカラーも一緒。メンバーカラー。ほんまよ。グリーンやん。グリーン。グリーン。グリーン。え、なんか気まずいかも。ごめんごめんごめん。ごめんね。こういう感じなの。ほんまに俺らって何も別に面白くない単語で笑ってしまうんだよ。別にグリーンって。しかも笑ったらこっちはなんかガス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 言うじゃん。ガスガス。こっちは豚バナになるわけでしょ。そう、騒音が鳴り響く。引き笑いやからね、俺は。素敵ね。こんな楽しそうな、愉快なメンバーでお送りしたいなと思います。思います。本当に。はい。最近のトピックやん、トピック。そう、トピックありますよ。トピックも紹介してくれるのね。ね、お兄やんの最近のトピックといえば、個展の開催。詳しくお願いします。はい。僕の初めての個展なんですけども、うん、はい、9月27日から始まります。だからもうこれを聞いてくださってる、地方組の方はもしかしたら。そうや。そうやね。確かに。始まってるかもしれないから。ということで、うん、まあ、今回は、その自分らしさを、まあ、大きなテーマとして、マネキンをモチーフに、うん、まあ、自己投影した作品を主に置いています。うんうんうん、で、その展覧会のタイトルが、松島聡個展。で、当店がついてるんですけども。ちょっと、何なんですか？は、その古典の子の子って、個性の子。うん、だから、ウチェとかハスンのそれぞれの個性を大事にしてほしいっていう個性。そういうことか。と、今回の古典を、なるべくこう見たまんまを感じ取るんじゃなくて、その心の目で感じてほしいっていう、ちょっと深いところを、テーマにしたものだったので、心の目の子。と、その当点をつけた意味、句読点は、うん、なんかこう今までの自分のいろんな迷った考えに終止符を打ちたいっていう意味で、うん、その句読点をつけた。だからちょっとこうみんながね、らしくあることに対して迷いがあったりとかした時に、うんうんうん、まあ僕の作品を見てちょっとでもこうきっかけ、うん、前を向くきっかけになってくれたらという思いを込めて今回の個展開催しますので、めちゃくちゃいいやん。興味がある方は。そういう思いが込められた個展だったんですね。そうなんです。まあ、今もうちょっと抽選応募とかも終わってしまって、もう見られる方が限られてるんですけど、うん、その表参道のあの通り沿いにフラッグが立ったりとかはするので、うん、あ、そうか、そうそうで、表参道。フォトスポットもあったりとかして。いやー、うわ、ね、二人にも。タイミング合えば、うん、あと映像が公開されてて、あ、そう、それがもう超美しくて、美って言ってくれたね。美、うん、送った美って、美の一言だけ送った。美って美しいの、美しいの、美ってきた。美よかったマジで。そうそう。うわ、見に行きたいな、早く。見に行きたいよな、ほんまに。うん、27日から?27日から。あっという間ですね。もうすぐ始まるね。始まってる方もいらっしゃるしね。2週間ぐらいやらさせてもらうので。楽しみ。これ、作り出したのいつからの？は、1年半前ぐらい。あ、1年半前から。だからさ、いや、最近めちゃくちゃ事務所で会うわけよ。事務所でもずっとやってる。ね、だからこの前ちょうど、僕マネージャーさんと、うん、あの、食堂を食べてたんです、事務所。事務所食堂食べてたら、うん、ちょっとそうちゃんで、お兄やん、来て、うん、めちゃくちゃみたいな、ばったり会っちゃって、あーみたいな、うん、ちょっとなんか OL みたいな感じになっちゃって、あーみたいな、お疲れみたいな、違うところ、そうそうそう、そう、え、なんか嬉しかった。社食ってなんかあんま行かないじゃない。そうやな。基本そこで会う人ってスタッフさんが多いから、うん、でまさかリュチェとも会うと思わんかったし、ね、新鮮な、嬉しかった。え、それで。ま、毎日やってんの？その1年半。今もう毎日行ってると思う。うわー。だからもう社食のメニューコンプリートしちゃって。うわー。で、毎日食べてる。毎日食べてるから。期間限定のやつとか。期間限定のやつ。だからちょうど今この、収録してる日から、カニクリームコロッケが出るのかな、うん、いや、全部、待って、そうやん。こんな手も知ってる。見た見た見た。そうそう、あ、ジュース見た。食べたいなと思っててん。今日か、昨日ぐらいから始まったんですよ、うん。でも夜のメニューだけなんですよ。あ、そうなんや。何社食の話してんのしかも誰も食べられないよ。誰も食べられない話よ。え、もともとそうやってさ、その作ったりするの好きやったってこと？絵描いたりとか。好きだった。それいつぐらいから？え、もう幼少期から。あ、そうね。ちっちゃい頃から、基本なんか、うん、みんなカードゲームとか、うん、家でゲームやったりとかするじゃない、うん、多いですね。でもその時僕は基本絵描いてたかも。絵か。そうね。でも今回絵じゃなくてマネキン使う。マネキン使う。マネキンはなんで使おうと思ったの？は、なんかもともと、その、リチェもさ、メイク好きだから、だから自分の顔にメイクをして、それを写真を撮って飾るみたいなことも OK だなと思ってたんだけど、なんかあんまり直接的な表現をしないために、何の感情も持たないマネキンに、なんかこう手を加えて、なんか作品を作ることで、お客さんも、作る僕もあんま感情移入しすぎないで、
見てもらえるかなっていうのがきっかけだ、うん、そういうことか。それで心の目で見てほしい。そう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 。だからまあ一応僕が主軸の点ではあるんだけど、うん、来てもらう人にはなるべく僕を感じないで、うん、あくまでも作品と向き合うっていうのを新しい、そう大事にしてほしいなっていう。すごいな、いろんな意味が伝わってるってことだ。そうそうそう。え、見に行く、絶対見に行こう。絶対来てほしい。いつ行くとはここでは言われんけど。でもほら、その作品作ってる時の苦労とかはちょいちょいハッスンにも話してたさ。うん、そう、本当に簡単じゃないなと思う、うん、けど、でも本当にいろんなスタッフさんに支えられて、うん、この個展って成り立ってるので、うん、まあそのスタッフさんの思いも含めて、うん、ぜひぜひ。そうやね。はい。うわ、楽しみですね。皆さん、見に行ってください。お願いします。お願いします。というわけで、お兄やんの個展が、松島荘個展なんですけれども、うん、10月15日日曜日までとなっておりまして、はい、東京渋谷区の表参道ヒルズスペース O にて開催されます。はい。開館時間お昼11時半から夜8時まで。ちなみにですね、10月4日水曜日と10月10日火曜日は開催がありませんのでご注意ください。うんうん、詳しくは個展のオフィシャルサイトをご確認ください。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、この後もじっくりとお兄やんに付き合っていただきたいなと思うんですけれども、はいはい、ここで一曲、はい、9月20日発売24枚目のシングル、はい、菊池風磨くんが主演を務めるカンタレフジテレビ系カドラ11ウソコンの主題歌。皆さん聞いてください。セクシーゾーンで本音と建前。全部言ってくれるんだね。なにわ男子のうぶらじ。今日の担当は大橋和也と大西流星。なにわ男子のうぶらじをお送りしております。おい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 。え、最近会ってた大橋くん。最近会えてなかったよね。昼なん。そうや、そうや、そんまや。ファッション対決してたよね。そう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 。あ、すいません。すいません。結果どうだった。負けたんや。負けました。1位になりました。前回は僕が1位だった。あ、そうなんや。うん。複雑よね。いや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 、もう、でもやっぱり、皆さん、ええ勝負やったよ。そう。でもやっぱり、ハッスンって、普段からおしゃれだから。いや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 。ちょっと焦ってはいたの、ずっと。ええー。で、やっぱり、僕って、あのコーナー2回目とかだったけど、うん、コンセプト結構大事じゃん。せん。で、やっぱりそのコンセプトから割とちょっと僕ね、うん、後から見返したんだけど、うん、それてたんよ。で、しっかり反省してる。やめてやめて、恥ずかしい。いや、ちょっと反省してんの。なんてのは、ええやん。自分の個性をな、あ、そうか、そう、生かしてたんだけど。ごめん、なんか反省させちゃった。ちょっと反省し、うぶらじでヒルナンの反省させてもた。ちゃんとうぶやに、うぶやから。うぶだよ。うぶやからね。リベンジさせてほしいという。ああ。あ、そうやな。そうそう。伝えよう伝えよう。ラジオで多分伝えよう。リベンジさせてください。よっしゃ、俺もリベンジしたい。で、その時に、やっぱハッスにも出てほしい。うわ、マジで。一緒にまた対決したいって思う。うわ。でもさ、そのさ、先輩と後輩との絡みっていいよね、番組通して。そうやな。まあ、全然ないからさ。うん。小倉で大阪に行って、うん、番組で一緒になるぐらいしかない、うん。ぐらいか。ジャニーフェスの時に会ったりとか、うん、カウントダウンの時に会ったりとかで。だって先輩なんて年に一回会えるか会えないかの方もいるじゃん。うん、いる。だから木村さんとかもそうで。そうやね。確かに。本当に、ね、土の子みたいな存在。多い。そうやな。いらっしゃるからたくさんね。たまにすれ違うとか。そうそうそう。緊張しちゃう。すれ違ったら、ほんまに自分がファンみたいにそう、おぉみたいな。あみたいな。なっちゃうから、心の中で一瞬ね、オタクになっちゃう。変な声出ちゃう。いつもより声でかくおやつまって言うから、気づいてほしいっていうのに自分アピールがね、すごくなっちゃう。そうそうそう。え、流星たちは会ってたの？会ってた、たまに。うん。ベニサス何回か一緒にリアタイしたかも。あ、そっか。そうそうそう。ね。聞いた聞いた。最終回はリアタイしようね。え、ね、絶対しよう。え、かわいい。二人のやりとりかわいい。したした。え、俺それ多分テレビ電話していい。テレビ電話二人の絵がどういうこと。声で全然見えかわいいな。テレビは見えひんねや。ベニサスは見えひんねや。見るわい。僕らのあ、そういうことだね。そう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 、リモートで。リモートで。そうそう。え、二人はどういう関係性になるの、なにわ男子の中だと。ええ、でも年齢で言ったらやっぱりリュウチェは下になるじゃない。そう、俺だから4歳。やっぱお兄やになるの、リュウチェからしたら。あ、でもお姉ちゃんと同じ年なんよ。だから4歳だから。あ、じゃあお兄やんでも全然いい。いいね。お兄やんって。あ、じゃあそうちゃんがお兄やんやろ。
お兄ちゃん、うん、お兄ちゃんって、いけ、ごめん、ごめん、お願い、もう一生のお願い使っちゃうかもしれん、ここら辺で。こんなお願いの仕方ある、お願い。圧勝してるけど、頭の上で。お願い。一回、マイク通していい？ちょっと待って。マイク通して。すごい、写真撮って。いや、ちょっと待って、お願い。明日のお願いです。先生、お願い、一回、お兄ちゃんって。かわいく、お兄ちゃん。そんな恥ずかしいん、はい、なんか。流星のお兄ちゃんまで。3、2、1。お兄ちゃん。あー、かわいい。もう男も女子ももうキュッてしたで、ほんまに。それを受けてどうですか？全然楽しくなかった。なんでだ。お兄ちゃんじゃないでしょう。まあ、年的にはお兄ちゃん、ね。でもまあ、リーダーだもんね。そうや、リーダー。まあ、一応ね、何を出しの。が違うんだろうね、見え方が。でも落ち着くかも、大橋くん。そう。あ、そう。じゃあ、二人で夢の国とか行ける？あ、うん。ちょうど俺は全然いけるで。落ち着くかもで、夢の国いけるよ、全然。いける。今のああはちょっと迷ったわ。あんま夢の国行かへんから、今想像してた。ごめん。あ、じゃあ、そのユニバース。そう、ああ、いける。いけると思う。ね、全然いける。で、当社行ったもんな。あ、行った。二人で。あ、行ってたやん、なんか。行った。そう。プライベートで。ほんまにプライベートで行ったよな。行った。え、大阪まで行ったってことだよ。そう、大阪まで行った。で、二人の話し声が大きすぎて、ファンの方に、ちょっともうちょっと静かな声で喋った方がいいですよって逆に注意受けた。ありがたかったよね。恥ずかしい。声でかいね。声とか。超的だし。しかもめっちゃ笑うし。めっちゃ気づかれてましたよ。声でかすぎてファンに注意される。そう、声量バカだから。いや、ファンは優しい。優しい。ありがとうない、いつもファンの皆さん。ありがとうございます、本当に。確かに。あとはさ、行きたいとこもない、一緒なんよ。え？ああ、そう。基本的にそう。ええー。そう、やし。そう、コストコ行きたい。コストコ行きたい。流星もコストコ俺と行きたい言ってたやん。あ、そう、だから3人で行こうやっていう話をちょっと、計画を立ててる。お兄やにもコストコ行きたいって言ってる。言われ、待って。なんか、ごめん、なんか、ね、気まずい三角関係始まった。待って。ねえ、ごめん。はい、ちょっと待ってよ。ねえ、カドラ11でさ、なんかさ、ドラマ化してほしい、これ。お願いします。そう、3人でだから、行こうっていう話。行きたい。でもさ、コストコって車ないと無理やから、どちらかが車運転してほしいかも。僕でもペーパードライバー。じゃあ、大橋くんに運転してほしい。させ。だから荷物結構さ、多いよ。多くなるから、でっかい車、もう。何を買う？僕はクロワッサンを買うって決めてる。クロワッサン。あと牛タン。レタス。あ、レタスと、ブドウ。ブドウ？コストコでレタス。レタスとブドウ。美味しいね。え、だから、ちょっと違うの？レタスとブドウ。コストコのさ、なんかめっちゃ行ってる番組。ね、番組。フットワードでね、ご用意させてもらってますけど、あとはポキ。あの、季節限定のポキとかが。ポキ美味しかった。美味しい。あのね、あの、ポキを、なんか海鮮のポキ。あ、言うたらマグロ漬けみたいなのとかもあるし。そうそう。美味しい。そういうの食べに来た。そう、ポキがめっちゃ美味しいんよ。あ、そう。だから俺もポキ欲しいし、あとはオニオンスープ。ああ、あれ。嬉しい。言うだけで、溶けたや全部。そう。スープがあるんだけど。買おう。行こう。じゃあ、でっかい車で連れてってください。オッケー、でっかい車レンタルします。でかければでかいほどいいですから。お願いします。決まりました、皆さん。行ってきまーす。もーす。続いてはこちらのコーナーを一緒にやっていきたいなと思います。題して、一言で回答、大橋和也と、松島聡のプチセーロお悩み相談室。イエーイ、一緒にするね。きつい。声量バカたちが。というわけで、こちらのコーナーはですね、リスナーさんのプチお悩みをたった一言で多分解決するかもしれない大橋くんに人生相談風コーナーにお兄やに付き合っていただきたいなと思います。そうなんです。このいいですね、多分とか人生相談風とかいいね。ちょっと濁してんのよ。濁さないとほんまにいいね。発するらしい。なんかこれ僕初めてかもしれない。あ、そうな。でここで二人でするのも1年ぶりぐらいじゃないの。久しぶり。そう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 、二人でするの久しぶりやからね。そんないきなりね。全然いてくれた方が。いてくれた方が。じゃなんかさ、さっきからさ、なんかちょいちょいが多いの俺に対しての。ちょいって俺が行かなあかんから。いつもよりテンション高いね。そりゃあね、やっぱね、みんなでね、喋れるの嬉しいからね。というわけで、でもお悩みを解決しなくちゃいけないですから。そうや、オッケー。これ一言ですから。一言ね、大事ね、一言ね。多分じゃなくて必ずちょっと解決してください。はい、ちょっとうちのリーダーの見本
ていただきたいなと思います。そうじゃ見本見せたるわ。はい、そうじゃ見本見せたるわ。できますよ。はい、じゃあ、あ、うちお悩み。俺らの心の。かわいい。かわいいな。時間足りない足りない。ねえ。いいよ、続けて。はい。続けて続けて。俺らの心のよりどころ、神奈川県ゆいさんからいただきました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。4歳の息子が仮面ライダーごっこにハマっています。私と戦うのですが、息子の攻撃は必ず当たるのに、私の攻撃は無効にされます。どうすれば息子に勝てますか？なるほどね。では、大橋さん、このお悩みに一言で回答をお願いします。3、2、1、自分で言うてもやった。負けてあげればいい。はい。ああ、なるほどね。負けてあげればいい。ずっと負けてあげればいい。やっぱ息子やからね、やっぱり、そのヒーロー。うんうん。ってやっぱ憧れがあるやん。うん、やっぱり、勝つヒーローに。うんうん。だから、まあ、やっぱ親としての息子を育てるっていう意味で、ずっと負けてあげればいいのよ。なるほどね。息子を育てるってためには逆に、本気で。一回ぐらい勝ったら、もうより燃えて、よりこう、なんか、すごいアグレッシブな気持ちになって、うん。そこはまた違った方法があるのよ。あ、ヒーローじゃない。子育て論？ヒーローじゃない。ヒーロー、ヒーローの時は、勝たせてあげればいい。やっぱりね、そうやって、ちょっと、お母さんとやるやつより、その友達と勝つ負けるっていうか、そういう、なんていうんやろな、話し合いでもそうですし、うんうんうん、多分喧嘩もするやろうし。うん、やから、そこで負けた時に、お母さんが、そっとこう、言葉を添えてあげる方がいいのよ。そうそうそう。負けた時にそっと。そっと、負けた時も、勝った時もそっと、この、お母さんが飲める話って、結構、いい、ぶって出る。ちょっとやっていいですか？え？負けてきた子供やっていいですか？負けてきた子供。あ、そういう。負けてきた子供。エチュードこれ。あ、結構、ストーリー性でやる感じね。もう、ポン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 いかん感じね。いい感じで。たっぷりだよ。オッケー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 。でも、聞きたいと思う。聞きたいと思う。え、負けてきたんやな。あ、もう、はい。入った入った入った。え？どうしたん？対決しててんけどさ、いつもさ、まあ、お母さんにはいっぱい勝てるのにさ、なんか初めて負けてん。喧嘩しちゃったん？うん、まあ、喧嘩っていうのはね、その、喧嘩した子と一緒に仲を紡いでいくっていうか、仲良くなっていく過程でもあるし、負けるっていうことはね、いずれか勝つ。紡いでくってなんなん？なんて、お兄やんもな。待って、待って、息子二人おった。息子投げないで。息子二人おった。投げないで。やりおった。ママも泣くんかい。ねえ、このノリだる。ちょ、待って、行こう行こう。りょうちゃんがやり始めてんで。なんで入ってくんの？松島そう。入らなあかん空気やん。ねえねえ。入らなくていいよ。そうじゃ入りたかったよ。なるほど。なんだよ。いいやりたくゆうずゆずしてきてるんだけど。こんな感じ、はいはい、わかりました。いつもはこんな感じちゃうけど。でも、むずいわ、これ。一言でいいんで大丈夫です。今のは番外編ということ。番外編なんや。じゃあもう、早速やっちゃう？もう、そうちゃんやっちゃう。オッケーオッケー、やっちゃう。やっちゃいましょう。はい。というわけで、お兄やんに対してのお悩み。うん。俺らの心のよりどころ、14歳、ココさんからいただきました。あざっす。年頃。私のお悩みは、電話を切るタイミングがわからないことです。うん。友達と電話して、バイバイと言って、すぐに切るのも、なんだか悲しく感じてしまいます。どのタイミングで切ればいいと思いますか？おー、なるほど、ね。むずこれな、はい、要はある、ある。やっぱね、はい。その友達同士でもあるし、終わるタイミング、そのスタンプの終わらせ方も、なんかちょっと、わからんみたいなのあるし、うん、で、なんか、うん、みたいな。その、なんか、ドキドキ感っていうの俺、そういうのさ、俺聞くからさ、ちょっと待って。恋愛のさ、ドラマとか、漫画とか見ててさ、なんか、すぐ切らんのよ。このドキドキ感、いつ切るんやろみたいな。え？そういうの、それで、いつ切るかタイミングっていうことやね。なるほどね。はい。というわけで。いろんなことに関わってくるよね。うん、ちょっと待って、無理は。お兄やんの。俺も聞きたい。そのドキドキ感。この悩みに対して一言、お願いします。一言なんよね。教えてほしい。ちゃんと後から説明すればいいでしょ。そうそう、オッケーオッケー。いきます。余韻を残す。お！何それ？その心はやな。これは、まあ、最後の終わり方によるけど、うん、いや、今日は本当に楽しかった。また連絡するね。ありがとねー。ポチ。あー、なるほど。相手に、あ、
入る隙は与えないという。その余韻ね。余韻。あの、なんかさ、その空気の余韻じゃなくて、言葉の余韻。余韻って。パス、今日ありがとうね。また連絡するわー。あー、ポチ。確かに。そうやね、相手の言葉は聞き入れずでもいいもんな、それ。無音ってめっちゃ嫌やもんな。そう、無音できない。だからたまにさ、俺もさ、え、バイバーおやすみーって言ってさ、あんまどっちも切らへんやん。だからなんか繋がなと思ってさ、にゃーとかさ、猫になったりするの。にゃーって、そう、にゃーとか言って、ね、あ、猫来たーとか言ってて、その間に切られたりするから、俺、猫にログインしたまま、なんかしてる感じになっちゃうこともあんの。音痴シリーズおもろいね。すごいよ。にゃーなんかたまにほんまに変な声出すから。ほんまにあの電話してる時もさ、なんか理由わからん声出す。なんで？いやし、あの、でも、切る時はもうしっかりもうさっぱり切っちゃうかも俺。ああ。逆に早いって言われちゃう。あ、なるほどね。でも相手が話してるうちに切っちゃう時もある。でもどっちかだと思う。相手が切るのを待つか、永遠に。もう。絶対に切るっていう言葉をもう決めとく。もう友達とかと。ああ、例えば。もうバイビヨンスーって。ああ、バイビヨンスー。うん。なんかバイビヨンスーとかなんかこう、はい、終わりの言葉を決めるってことね。うん、そう、友達が。これで終わりだよなって相手がね、思う言葉を。だからもう絶対に、こう、余韻を作りすぎたら変なこと言っちゃうから、危ない。猫、猫でもな。いや、俺も切らんタイプやからな。そうだね。相手にこう切ってもらうタイプやから、マネージャーさんって絶対切らんから。あ、そう。ずーっと無音10秒以上続く。何のま、でもマネージャーさんってマジで電話切らんのよ。多分、やっぱり、ハッスンが切ってくれるの待ってんだと思うよ。でも待ってるよな、多分。多分、絶対ハッスンが切ってくれるの待ってるんだけど、マネージャーさんがもう全然切らへんやん。いや、絶対思ってる、絶対思ってる。大橋切ってくれや心の中でさ。そうそう。バイバーイ。バイバイ。10秒経ったら。そう、僕は余韻を残すっていうのが、確かに、いいのではないかと。やってみよう、今度。それいいかもしれない。いい、いい、めっちゃいい。いいでしょ？全然もう、あの、いいで来てもらって、毎回毎回、これ、ね、このコーナー、やっていい。いいなぁ。これ楽しいね。続いては、大橋くん。うん。と、うん、兄やん、二人とも。オッケー。じゃあ、二人で挑戦ということ。ああ、いいですね。いいよ、いいよ。静岡県ラジオネーム、イマジンさんからいただきました。今度旅を計画しているのですが、西に行くか、東に行くか悩んでいます。うん、どちらがいいと思いますか？お、そんなんもう。まあ、簡単、まあ。まあ、二分の一みたいな感じはな。いや、絶対、同時によ、これ、ちょっと。同時に。同時によって多分、揃うよ。俺らの。西か東か。そう、俺らの仲やもん。俺らの仲やからな。おわしくんだけ自信あるけど。そうやね。心覗いていい。ごめんなさい。めっちゃ覗かれとる。決めて、決めて、今、決めた。待って。どう今、うわ、おばか分かったよ、俺。心覗いたら、ちょっとモヤモヤがあったから。うん、オッケー。決めた。オッケー、決めた。はい。じゃあ、というわけで。あ、そっちね。オッケー。せーのでいきますか。うん。はい。じゃあさて、この、旅、どっちに行った方がいいのか、西か東か、おわしくんとお兄やん。せーの東。おお分かれたー。おわしくんが西って言って。西。お兄やん東。東。なんで、え、おわしくん何西なん？西？やっぱ京都とか。あー、なるほど。なんか、やっぱりそういう、なんか西の方には、すごいなんか美味しい食べ物も、まあ東もあんねんけど、うん、俺はやっぱ西？やっぱ西出身やから。まあそりゃそうよ、ね。まああるから、いっぱいこうやって美味しい食べ物とか、いろんなそのね、そういうところもいっぱい紹介してあげたいなっていうので、西やった。僕もこの関係性で言ったら絶対西。そりゃそうよ、うん。絶対そうなんだけど、シンプルに観光地が多い。スカイツリーもそうだし、東京タワー。まあ、僕としては、東京タワー派、スカイツリー派、どっちなんだろうっていうのを確かめに行ってほしいなと思う。あ、なるほどね。ええー。こっちもあるね。もあるし。ビリケンさんとか。え？何それ？あ、え、ビリケンさん知らんの？知らない、知らない。え、嘘や、何ビリケンさん？ビリケンさん、あの、足の裏めっちゃ見せてる。あの、なんか、すごい赤ちゃんみたいな。何それ？赤ちゃんおんねん。説明だけ。ビリケン、あ、後で調べる。後で調べて。ほんまに、足の裏触ったら、願い事叶うみたいな。ええー、ご利益がある。でも、あの、天閣とかね。そう。あ、通天閣もある。だから東京タワーとか、うん、スカイツリーみたいな、そんな感じで、ハルカスもあるし。うん、そういうのあるし、そのビリケンさんでも新世界行ったら、めっちゃ何匹もおるから。あ、そうなんだ。そう、いっぱい触っていったら多分願い事叶うわ。でもそれが触っ聞けたんじゃん。そう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 。ね、だからそういうのも、確かに。で、誰と行くとかじゃないこれ。それによっても変わってきそうですけど。そうやね。だから、ね、いっぱい、だから、そこに混じって、俺ら混じって、あの、旅の計画、一緒に立てたいね。いいね。ちょっと、またメールして、イマジン。こんな感じで、はい。いいね。はい。というわけで。楽しいな。あっという間に、お兄やんとは。あ、もう終わり？お別れの時間と。早いね。なってきました。寂しい。台本はそうなってるけど、別に、ええわ、ええわ、いいわ。
全然いい、全然いい。ニーヤ忙しいんですよ。よろしければ。そうだ、ニーヤ、個展もあるからね。まあまあまあ。もう近々個展もあるから忙しいからね。そうですよ。まあまあ、ここでお別れとなってしまいますが。はい、今日はいかがでしたか、うん、いや、なんかすごい楽しかったし、うん、なんか初ゲストでこんな感じでよかったのでしょうか、うん、もちろん、もちろん。いい、いい。でもまた来たいです。嬉しい。逆に、そう、僕の方の。やってるよな。はい。来て、ぜひ呼んでください。来てほしい。呼んでください。もう呼んでください。来てください。来てください。待ってます。待ってます。もうなんか今日多分リュチェに嫌われたかも。大丈夫、こんな感じやから。俺らこんな感じやったら。なんかリアルに5センチぐらいさ、なんか離れたから。5センチ、また5センチやから。短い短い。詰めちゃう。詰めれる距離やから、全然。怖い怖い怖い。疲れた。めっちゃ疲れた。疲れちゃった、ね。まだまだあるから。ゆうちゃん。元気っこすぎ。これどういう感じで終わらせる？ね、これ、これ、いや、これだから、余韻で。ねえ、という感じで。はい、ね、まあ、本日のゲスト、おにぎやんこと、そうちゃんこと、セクシーゾーンの松島そうくんでした。ありがとうございました。終われないよね、やっぱり。じゃあ、続きまして。はい、すいません。ありがとうございました、本当に。楽しかったです。またぜひよろしくお願いします。お願いします。またね、バイバーイ。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 今日の担当は、大西流星、大橋和也です。なにわ男子の、うぶらじゅう。なにわ男子の、うぶらじゅう。メッセージボックス。落ち込んでいる自分に元気をくれた言葉、勇気が出なくて伝えられなかった言葉、スマホやパソコンのメッセージボックスにある心に残る言葉はありませんか？なにわ男子と俺らの心の拠り所のみんなで、あなたの胸に残ったメッセージに寄り添います。はい、早速読ませていただきます。千葉県よりどころネームほうじ茶さんからいただきました。私の心に残っているメッセージは、今日も仕事できて偉いです。これは去年仕事で大きなミスをしてしまった後に先輩からもらったメッセージです。仕事を始めて4年目に一番と言っていいほど大きなミスをしてしまい、迷惑をかけてしまったことが申し訳なくて辛くてかなり落ち込んでいました。そんな時、職場の先輩がチョコレートと一緒に小さなメモをくれました。そのメモに書いてあった言葉です。本来なら責められてもおかしくないミスだったのに、決して責め立てたりせず肯定してくれたことが嬉しかったです。いや、こうやってね、先輩がいるっていうね、ありがたみもあるし、やっぱ今日も仕事できて偉いってね、まあ当たり前じゃないね、毎日こうやってできて偉いねっていうね、一言があるからこそ、まあ気持ちが多分どんよりしてた時にこう一言くれることによって、なんか気持ちが晴れるのかなって思いますね。うん、確かになんかこの一言ですから、うん、やっぱこうなんか相談乗ってくれるとか、めっちゃその解決してくれるとかじゃ、よりもよりこう助かるというか、うん、そういうこう傷ついてる時はこういったちょっとした一言がすごく心を救ってくれるかもしれないから。うん、こうちょっと寄り添ってくれるのいいよね。うん、言える立場にもね、うん、なれればなとは思いますけど。そうやね。やっぱりたくさん後輩ができたんでね、僕らも。うん、見習ってちょっと頑張りたいと思います。僕らも今夜もたくさんのお便りありがとうございました。エンディングです。イエーイ。番
番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先はなにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com。 なにわのスペルは小文字で NANIWA です。メールを募集中のコーナーは番組のホームページに一覧が載っています。一度目を通してみてください。お願いいたします。お願いします。ここで僕たちからのお知らせです。はい。なにわ男子は現在セカンドアルバムポップモールを引っ提げた全国ツアーを開催中でございます。イエ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 イ、ね、まだまだあの10月まであるので、見に来てくださる方がいらっしゃればぜひぜひ楽しんでもらえたらなと思っております。僕たちもめちゃくちゃ楽しく全国各地回ってますけど、うん、いっぱい食べてますね。いっぱい食べてますね。本当にいっぱい美味しいもん食べて、はい、幸せですね。もう幸せです。皆さんね、声も聞けるのも幸せなんで、本当に皆さんぜひぜひ楽しんでもらえたらなと思っております。そして最新シングルメイクアップデイミッシングを皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。その他詳しい情報は僕らのオフィシャルサイトでご確認くださいませ。くださいませ。じゃあください。いらっしゃいませ。いや、そうちゃん来たよ今日。いや嬉しかったね。嬉しかったな。新鮮やったね。新鮮やったね。だってルンルンで帰っていったらバイ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 言うて、いやほんまにそうちゃん楽しい子やね本当に、うん、可愛らしくて。まあ今回初ゲストということなんですけども、あのもしかしたらゲスト、呼ばせてもらうので、その時も楽しみにしておいてください。お願いします。はい。なにわ男子のうぶらじ、お付き合いいただき本当にありがとうございました。ここまでのお相手は大橋和也と大西流星でした。バイバーイ。